それでね、胸を開いた時のポイント、最初のケーブルでちょっと話し忘れたんで、胸は基本的に全部同じです、うん、動き全部同じ。しっかり胸、肩甲骨活性させる、肩甲骨をしっかり下に落とす。で、落とすために胸を斜め上に突き出せば勝手にこう落ちるんで、胸を斜め上に突き出す。で、このまま出て乳首あたりに落とす。肘あんまり閉じすぎると重量は上がるんですけど、しっかり胸伸びないんで、肘ちょっと開いてあげて、しっかり落とす。で、乳首あたりに落として上げる、うん、で、これはインクラインっていって、角度がちょっとついた時って結構ありがちなのは、こうホーム作りますよね。まずホーム作る、そして落とします。で、この時脇の下ぐらいに落とすです。脇の下で、この時に上げる時に斜め下に行っちゃうんです。斜め下、せっかくインクライン角度をつけてインクライン鍛えてるのに斜め下に行っちゃうんですよ、うん、そうするとせっかく のインクラインの意味ないんで、胸張って脇の下に落としたら斜め下じゃなくて天井に向かってあげる。天井、むしろ天井よりもちょっと上に上げるようなイメージで上げると天井ぐらいに上がるんで、イメージは天井よりもちょっと斜め上、うん、そうするとちょうどこのインクラインのところが、これ分かりますね。こうやって上げるとこう上げると収縮するんで、うん、でいきますよ。もう一回こう落として上げると、斜め上に上げるようにするとインクラインがしっかりこう縮む、収縮する。ここね、ここインクラインで下ろしたら斜め上に上げる。これが斜め下に上げるとインクライン、まああんまりこう出てないですよね。どっちかというと胸のどんどん下の方にこう下がっていっちゃう、うん、で下の方に下げるってことは、どっちかというとデクラインっていって、胸って上中下に分かれてるうちの下の方をこれ攻めることになるんで、うん、てか角度つけてるのに斜め下に上げて下の方を狙ったらこれ効率悪いんで、角度つけてる分ちょっと斜め上に上げてあげる、うん、そうするとインクラインちょっと入りやすくなるんで、効きやすくなるんで、そこは注意してやってみてください、うん、ここからちょっと本セットで、ね、40キロでちょっとやっていきます、うん、本当はインクライン1種目にも目に持ってくるとダンベルで結構60キロくらいからやるんですけど、最近ちょっと右肩のね、なんかずれた感覚っていうか、筋トレで痛めたわけじゃないんですけどがちょっと最近すごい感じるんで、プレス系ちょっと軽めに最近はちょっとやってます。じゃあいきます、
trust this as we go into the void. We are standing, staring into empty space.